男鹿水族館ガオにやってきました。こちらでは冬でも楽しめるイベントを行っているそうです。早速行ってきます。男鹿水族館ガオの蒲田夏美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。蒲田さん、ガオといえば北極熊のゴータとクルミやこの男鹿の海大水槽など見どころがたくさんあるわけですが、いろいろなイベントも開催されているそうですね。生き物のことを楽しくお客様に知ってもらいたいと考えていますので、季節に応じてたくさんのイベントを行っています。例えば3月にはハタハタの放流体験を行ったり、8月から10月まではアザラシと触れ合えるぷかぷかアザラシというイベントも行っていました。現在開催中のものもあるんですよね。はい、そうです。ペンギンやアザラシ、アシカの餌の時間というのがありまして、スタッフが動物に餌をあげながら体の特徴や生態などの解説を行っています。また2月末までは普段見ることはできない水族館の裏側を見ることができるツアー、魚地ツアーを毎日開催しています。マチログさん、はい、今日はその魚地ツアーを体験してみませんか？いいんですか？はい、お願いします。こちらの水槽はですね、予備水槽といういつも私たち飼育員しか見ることができない水槽です。こちらの魚はですね、実はハタハタなんです。去年この男鹿水族館で生まれた1年のハタハタですね。あちらの扉はホッキョクグマのゴータとクルミがいる展示場につながっています。はい、そしてこちらにホッキョクグマの毛を用意しました。ぜひ触ってみてください。はい、思ってたよりちょっと丈夫な、ちょっと固めな感じ。こちらが男鹿の海大水槽といって男鹿水族館で一番大きな水槽です。また横から見るのと違った迫力がありますね。結構深いですね。そうですね、だいたい8メートルぐらいあります。8メートル。いやー、知的好奇心くすぐられっぱなしでしたね。ありがとうございます。それでは最後に蒲田さんの今後のビジョンを教えてください。たくさんの人に男鹿水族館ガオで楽しんでいただけるように、秋田の海とそして生き物について知ってもらえるイベントをたくさん企画していきます。クリスマスにはサンタダイバーが、そして年末年始にはナマハゲダイバーが登場します。ぜひ皆さん男鹿水族館ガオに遊びに来てください。楽しみですね。蒲田さん、今日はどうもありがとうございまってプラス。県では八幡平オートキャンプ場の利活用を希望される方から具体的な利活用策の提案を募集しています。提出期限は12月25日まで。事業の目的と大まかな計画をご提出ください。多くの提案をお待ちしています。12月28日月曜日、秋田地方総合庁舎で県職員の仕事ガイダンスを開催します。若手職員が仕事の内容について説明するほか、来場者からの質問にお答えします。採用試験の受験を検討している方などぜひご参加ください。私の秋田ビジョン、秋田の魚たちを世界に伝える。秋田の夜